はい、では学科名と高校名とお名前を教えてください。はい、ビジネス秘書事務学科、星稜高校出身の北条里央奈です。ビジネス秘書事務学科の日付高校出身の島智美です。入学式前の、オープンキャンパスで、知り合って、で最初はもうお互い誰誰って感じだったんですけど、入学式のオリエンテーションでいたよねって話をしててそれで仲良くなりました。自分は電卓が得意なので電卓の授業はすごく楽しいです。学園祭がちょっと楽しみです。自分も学園祭が楽しみです。ありがとうございました。